岡山芸術創造劇場晴れのはすぐ近くの岡山市北区表町にやってきました。この辺り新しい劇場ができたということで、いろんな、ね、新しいお店がオープンしているんです。今日は中でも先月オープンしたばかりのこちらのお店をご紹介します。幸福屋しずくです。じゃあこの、ね、赤いのれんがとっても、ね、目を引きますね。お邪魔します。こんにちは。目の前に菜の花やスミレなど春を思わせる花があって、とてもねウキウキしますね。お話はスミさんに伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらはどういうお店なんですか？こちらは吉備中央町の農家が開く、和食系のレストランです。主人が和食の料理人でして、主人に料理を作ってもらいたいがために農家をやったって、このお店をようやくたどり着いたって感じですね。じゃあお店ありきの農園、農場ということなんですね。はい、そうです。野菜はできるだけ農薬や肥料を使わない自然栽培にこだわっています。今回今が旬の春野菜を持ってきていただきました。これ、菜の花なんですけど、普通の菜の花じゃなくて白菜の菜の花で、白菜に菜の花つくんです、つくんです。この丸いのがパカって割れて中からニョキって花が出てくるんですけど、これ甘くて美味しいです。食べられるんですね、菜の花。食べられます。これとか、これは菊芋ですね。昨今よく言われてます、健康食材。見た目なんかこう生姜に見えますけどもそうなんです、はい。生で、うちは特に紫色の菊芋を作ってます。これが黒キャベツ、カーボロネロ。キャベツなんですか？キャベツなんです。オリーブオイルで炒めたり、アンチョビと一緒にして炒めたり、イタリア料理でよく使ったりしますね。だから我々がその普段見ることのない珍しい野菜も農園で作られてるんですね。はい、いっぱいあります。四季折々旬の味覚を楽しんでもらいたいと露地栽培で作っている野菜はなんと年間およそ150種類もあるんです。すごいね。春の旬を詰め込んだランチメニューを作っていただきました。野菜がふんだんに使われた午前、美味しそうですね。ありがとうございます。まずは気になっていた白菜の菜花から、いただきます。うん、美味しいです。うん、まず食感がいいですね。そしてほのかに甘みもあって、私のイメージなんですけど苦味があるのかなって思ってたんですけど、ほろ苦い感じがあるんですけど、はい、白菜はないですよね。農家の中では一番、菜花の中で一番美味しいのは白菜の菜花って言われてて、あまり流通しないんですけれども、皆さんこっそり作って自宅用に召し上がってる方も言っています。まあ、そんな本当貴重な白菜の菜花をこちらで料理でいただく、はい、この期間だけですね。続いては根菜がたっぷり入った豚汁、いただきます。うわ、いろんな味が、うん、口の中に広がりますね。いろんな野菜のこの旨味っていうのがしっかりこう伝わってきますね。根菜をメインにしてますので、味が濃いと思います。お味噌も3種類ぐらい混ぜて。あ、そんなに、へーと料理長が言っておりました中には人参やごぼう、原木椎茸に菊芋などたくさんの野菜が、それぞれが深い味わいを醸し出していました。フキノトウなどの山菜も農園の近くで採れたもの、ご飯も県内の農家が自然栽培にこだわって作ったものを提供しています。これからの時期はどんな野菜が楽しめますか？そうです、これから夏野菜が出てくるんですけど、その前に葉物の野菜、小さいチンゲン菜、コロボックですとか、1センチ2センチぐらいの株、間引き菜といったものですとか、あとはもうエンドウとか豆類が徐々に出てきますね。そういった春の野菜がまたこちらの御膳で出てくる、はい、お出しします。なんか本当こう季節によってこの御膳の内容が変わってくる。そうですね、どんどん変わっていくと思います。季節季節、旬の美味しい野菜、それと皆さんの見たことがない野菜、驚きと楽しさと、あと美味しさ、幸福をお届けしていけるように頑張っていきたいと思います。
ランチメニューだけでなく、事前に予約をすれば肉か魚どちらかのメイン料理が選べるディナーコースも楽しめます。今月は今時を見たと伝えればドリンク1杯サービスか、メイン料理を肉と魚のハーフ&ハーフにできるサービスが受けられます。詳しくは幸福やしずくで検索してください。旬の野菜を贅沢に使った料理の数々、味わえば幸福になること間違いなしですよ。テレビ見たらサービスしてくださるってね、はい、嬉しいですけども、本当に珍しい野菜が盛りだくさんでしたね、はい。まあ、これだけでなくてですね、はい、実はあの食べられる花、エディブルフラワーの栽培もされているというので、またちょっとしたこうあの料理の、はい、あの彩りに、ね、こうなればということで、50種類ですからね、はい、時期によっていろんな味が楽しめるということですね、はい、行ってみましょう。以上、京トピでした。はい。